勝ち上がってまいりましたヤマハガレットオープンクラス10周の予選ヒート、スタートは切られました。スタート切られました。先頭は坂井龍太郎そのままですが、いやそんなことない、セカンドからスタートをしていきました吉井和弘がトップに立ちます。2番手には坂井龍太郎、3番手には松尾が続いていく、3番手には松尾瀬名、4番手争いと横並びになりまして引き合っていきました。4番手には吉本総一郎、5番手に、これ遠藤新太ですね、セカンドからスタート、2列目からのスタートという、2列目じゃないな、アウト側からスタートをしていきました。メンバーが上位の方に上がってまいりました。そうすると、松井沙羅はというと、現在6番手のところ、あ、そしてダブルコーナーの一番最後のところ、実験ナンバー64番、角田悠仁が一度スピンをしてしまいまして、再スタート。さあ、オープニングラップ、吉井和弘が先頭ですけれども、1コーナーインサイドを飛び込んでいきます。坂井龍太郎先頭に立ち、2番手には吉井和弘、3番手に、松尾瀬名が、4番手には清田総一郎ラインを変えていく、そして5番手争いインサイドをアウトに連れてしまいましたのは松井からちょっとラインを外してしまいましたね。先頭は大ヒニアピン江戸アプローチに立ち上がってきまして、坂井龍太郎、吉井和弘、松尾瀬名、清田総一郎、遠藤新太現在5番手、6番手にも佐藤優樹、松井沙羅と後藤です。第2ヘアピンインサイト飛び込んでまいりましたのは3番手に出場しました塩田総一郎、クロスラインを取りまして松尾瀬名が戻していきたいんですけれども、ここは4番手で控えていきます。1コーナーややタイトに立ち上がってくる塩田に対しまして、1コーナークロスで松尾瀬名が横並びに、現在3番手争いが横並び、サイドバイサイド。3コーナーでは3番手塩田、4番手には松尾、5番手には北海道から来ました佐藤ゆずきというオーダーとなっています。現在5番手、その佐藤ゆずきのインをちょっとラインを変えてオーバーテイクを狙っていきました松井沙羅ですけれども、ここは入れず、その後ろに遠藤新太がいてブルーのスーツを着ておりまして KR を借りますのは、これは中島ディオンでしょうかね、どうでしょうか。ホームストレート戻ってまいります。切れ間がありません。第一集団は最後のゼッケン21番の須藤風雅まで含めまして9台での戦いです。3周終了、4周目に入りました。先ほどのペアで乗りますのはやはり中島リオンでしたね。中島リオン現在は8番手につけています。さあ3コーナーをクリアしていきます。先頭の坂井龍太郎は2番手以降を引き離し始めました。その差がコンマ7秒、2番手集団なんですけれども、3番手争いがこうもつれ合いながらということになっておりますが、どんどん切れ目はありません。さあ動いてくるのは塩田総一郎の後ろ、松尾瀬名です。第2ヘアピンのところでもかなりの接近戦を繰り広げながら、オーダーの方はそれでも変わらずに2番手は吉井和弘で、3番手には塩田、4番手に松尾、その後ろに佐藤柚月がつけている。現在佐藤柚月変わらず5番手です。松井沙羅が6番手、その第一集団が5台で形成され始めましたね。2番手集団が5台です。これが第一集団です。トップは行き始めました坂井龍太郎、タイムの方は44秒6。でもファーストを取っているのは実はこの第一集団、2番手集団の中を形成して2番手集団の中にいます松井沙羅なんです。松井沙羅は3番グリッドからスタートをしました。さあそして第2ヘアピン、インサイドを飛び込んでまいりまして、クロスを取りながら順位戻せるかというところは佐藤柚月です。さあ今度は2番手争いです。第1ヘアピン、この5台の第1集団の中でも動きが見え始めました。まず2番手争いが吉井和弘と清田総一郎、そして4番手争いが3台で佐藤柚月と松尾瀬名と松井沙羅の戦いとなっています。さあ第1ヘアピン、その松井沙羅が動いてきまして、インサイド、松井沙羅は5番手に浮上です。松井沙羅もファッテスト取っていましたけれども、先ほどの周回の5周目の時には先頭を走ります坂井龍太郎がペースを上げ44秒523とファッテストを記録。さあ戻ってきてそのタイムを更新することができるでしょうか。さあできましたね、44秒439をマークしましたけれども、そのファッテストを塗り替えていきましたのは松井沙羅。レース中盤になってかなりペースを上げてきました。そして3コーナー手前でインにマシンを振りました。すぐにクロスを取っていきました吉井和弘が2番手に戻っていきますけれども、2番手3番手が入れ替わり、
戻っていったというような状況です。立ち上がってきてもさほどギャップがついてしまったわけではありません。吉井和弘と佐藤瑞稀の戦いでした。そうこうしている中で、7周目の時、この周回なんですけれども、清田総一郎が前を行く吉井和弘を捉えまして、吉井和弘を捉えまして清田総一郎が2番手に浮上、単独での2番手ということになっております。7周終了、8周目に入りました。1コーナー、松井沙羅が吉井和弘を捉えまして現在は4番手に浮上です。残り周回は3周、残り周回3周の中、第1ヘアピンでは再び松井沙羅が飛び込み、自身のグリッド3番手まで戻ってきました。単独の2番手に立ち上がった清田総一郎なんですが、その後ろの松井沙羅率いる軍団の方がペースが上がってきたんでしょうか。一気にそのギャップが詰まってきてしまいました。残り周回は戻ってきて2周です。そして1コーナー、勢いに乗せて今度は佐藤瑞稀が飛び込んで松井沙羅を捉えて、清田総一郎にとっては少しラッキーな展開。3コーナー、3番手争いが展開され始め、2番手の清田は少し楽になり、3番手争い、佐藤瑞稀、松井沙羅、その後ろには吉井和弘、松尾も結構タイトに立ち上がってきます。ダブルコーナーです。遠藤は新田、中島リオンとニューオーダーとなっています。先頭の酒井龍太郎は最終コーナーからホームストレート、残り周回は1周ファイナルラップです。2番手清田総一郎単独、3番手争いは再び松井沙羅がこの集団を引いていきます。松井、佐藤柚月、吉井和弘、遠藤新田、松尾瀬奈、中島、少し離れて一同がつけているという、そしてその中の9番遠藤新田が飛び込んでまいりまして5番手に浮上です。遠藤新田が吉井和弘を捉えていきました。第一ヘアピンへとアプローチ、3番手争い、松井沙羅と佐藤柚月の戦いが激しくなっています。ダブルコーナー、後ろの集団も追いつき始めました。残り周回なんてもうありません。最終コーナーへとアプローチ、先頭は酒井龍太郎、そのままトップでチェッカー、2番手には清田総一郎、そして3番手争いは松井沙羅が取っていきました。松井沙羅、佐藤柚月、遠藤新が5番手に、松尾瀬奈、吉井和弘、中島、須藤。